アジアチャンピオンにソフトテニス教えてみたアジアチャンピオンはやばい。アジアチャンピオン呼びましたよ、今回は。すごいの呼びましたね。すごい。僕ら教えることありますか？アジアチャンピオン。僕アジアチャンピオンなったことないですよね。なったことないです。教えること、教わることしかない。アジアチャンピオンって誰やねん、多分。まあ確かに。今、はい。みんな持って、うん、水上松選手とか。僕、上松選手にテニス教えるんですか？怖いな。怖いです。はい、まあ、今日ね、はい、実はソフトテニスじゃないんですよ、はい、おソフトテニスじゃない競技のアジアチャンピオンがいるというわけで、はいはい、ここに見えてますけど、ね、見えてます、はいはい、キーワードはですね、はい、400キロ。おー、なんか投げる人そう。いや、大谷超えだいぶ超えてスペシャルゲスト楽しみですね、はいはい、ずっと待機してくれてるんで、はい、じゃあ真ん中にちょっと入ってもらいたいと思います、はい、じゃあ早速来てもらいましょう。400キロミスター400キロミスター400キロおおでかいでかいな。ちょっと横に並んでいて、おお、わかりますか、ミッチーとのこの体格差が画面で見るとなかなかですね。ちょっと横向いてもらってもいいですか？横こんなの厚みが違いすぎる。 3D と 2D よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして、ベンチプレス、はい、はい、アジアチャンピオン藤本選手です。よろしくお願いします。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 なんと北海道にいたんですね。そうなんですよ、僕札幌生まれ札幌育ちで、まさかのそんなアジアチャンピオンが、はい、北海道にいたということ で400というキーワードは、じゃあベンチプレスの記録です。意味が分かんないですね。多分400なんて微動だにしない、はい、やろうとも思わないです。1ミリも多分ぐらいの重さを持ち上げれるぐらいのパワーを持ってる、はい、藤本選手に今日はテニスをちょっとやってもらおうということで、はい、そうですね、はい、なんか体重が僕150キロあるんですよ。おお。で握力も100キロ近いんですよね。やば、ラケット大丈夫かな。くしゃってなるじゃん。僕の持論では、はいはい、大体のスポーツ体重と握力でなんとかなるんじゃないかと思ってて、おー、ちょっとテニスのお二人もちょっとギャフンと言わしたろうかと。確かに体重と握力で言ったら僕なんてもう紙ペラみたいな、はい、2D なんでだって50キロ53キロ、はい、100キロ違いますからね、はい、3倍違う。ボールのスピードも3倍もしかしたら、まあそうです、全然ある、出しちゃいます、はい、でもテニスやったことあります？ないです。ない、ほぼほぼないです。ほぼほぼない。ラウンド1でちょっと、うん、あ、じゃあ本当にもう打ち方とかもまだよく分かってないぐらいの感じですもんね。なんでまあそこからこうちょっとコツをつかんでった時にどれぐらい上手くなるのかなっていうのは僕らもちょっと楽しみなので、はい、ちょっとビフォーアフター的な感じで、はい、そうですね、最初普通に打ってもらう、そこから教えてみて、はい、っていう感じでちょっとやってみたいと思いますので、はい、ベンチプレスのアジアチャンピオンがどれだけ短時間で上手くなるか、はい、ぜひ動画の方最後までご覧ください。で藤本選手は YouTube チャンネルもやってるってことで、はい、藤本隆輝で本名でやってますんで、今11,500ぐらいですね。結構多いですね。1万人も超える。やめてください。いや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 、パワハラじゃないですか。やめてくださいよ。いやいや、僕らもこの形でヘコヘコされる。何気。やめてくださいよ。内容はどんな感じですか？ベンチプレスチャンネルではあるんですけど、うんうん、なんか最近歌ってみたりもしてます。スピッツスピッツじゃなくてスピッツ一応エアロスミス、エアロスミスまあなんかこういろいろちょっとおもろいこともやっていけたらなの一環で、なるほど、テニスもやらせてもらおうかなと。わかりました。思ってベンチプレスを上げたい人とかも参考になる。あ、っていうか、まあ、メインはそこです。そこですよね、はい、ベンチプレス上げたい人のみ参考になって、他もエンタメだと。なるほど、はい、ベンチ上げたい人も絶対、はい、チャンネル登録してみてください。お願いします。お願いします。それでは早速やっていきましょう。
どうぞ。じゃあ早速まず何の、経験もない状態で球速測ってみたいと思います。お願いします。うまっ。うまいね。あーまあ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 一番速くて92キロ。普通にうまいっす、はい、まあまあまあ、普通にうまいっす、まあまあまあ、はい、めっちゃ当たりよ、はい、いいっすよね。フラットに入ってますもんね。入ってる入ってる。コントロールもめっちゃ良かった、はい、ま、全部基本まっすぐにパカーンパカーン飛んできてるって、すごい繊細な感じ、はい、見た目に見た目にもっと豪快なバカーンってなるかと思ったけど、もうちゃんとコントロールが意外とベンチプレスが繊細な競技なんですよ、これ実は。そうなんです。やっぱりちょっとずれたりすると上がらないんで。なるほど。そこで繊細さをちょっと、ね、それがソフトタッチ。ソフトタッチ。なるほどね。野球とか、はい、テニスもそうなんですけど、ちょっと一個体の使い方で、はいはい、藤本選手がこれを覚えたら球速くなるんじゃないかっていうのがあったんで、はい、でベンチってプッシュじゃないですか。はい、押す。で、あのテニスって体をこう回線って回さなきゃいけないんで、右手はプッシュなんですけど、はい、左手はプルなんですよ。ああ、なるほど、はい、その発想はなかったんですね。プッシュプルっていう動きをこう同時に行うんで、こういうイメージですか、はい、でだからプッシュしてたんですよ。プッシュ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 してた。プッシュの一行がありましたね。多分ね、普段使わないこう反射パターンみたいなものが多分あるんじゃないかな。なるほどですね。ローイングとかもちょっとやりますやりますやります。プル強くないとやっぱプッシュもできないできないですね。なんで、あのちょっと動作を覚えるためにちょっとチューブ使ってみて、はい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 、これ持ってます、はい、で、あのちょっと僕こうやって手前から引っ張ってるんですけど、はい、この右手をが、まあ今ラケット持ってないんですけど、はい、持ってると思って振りに行くのと同時、同じタイミングで引く、はい、やり手をやってみます。おお、早い。おうん、おう、めっちゃ速い。急にフォーム綺麗だ。めっちゃ速い。急に回った。そんな回るんだ。すごい。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。なんか中学生ぶりぐらいにこう大人に褒められてる感覚がある。超嬉しいですよ。股関節の出来も良くなりました。僕ちょっと格闘技やってた時期があって、だからちょっとその感情回転的なのができるんです。めっちゃ綺麗。右のストレートみたいな。そうです。あ、なるほど、はい、右ストレートと右ストレート、はい、ちょっとラケット持ってもいいですか。持ってます。いいですよ。多分これでも威力上がりそうな、うん、なんかここのスピード速くなってボン、はいはい、なんかいい音しますね。なるほど。この感覚でちょっと、はいはいはい、この感覚でちょっとやってみていいですか。はい。ウィッチャー。はい。おお。くる？体がめっちゃ右です。おお、うまい。はい。あの五球目ぐらいから。もう無理っす、もう無理っす。おいおいおい、省エネが厳しい。アメ車なんで僕。アメ車リッター 750m ぐらいの3から2周打ったぐらいクリーするんだよね。で、あの一応球速測ったんですけど、ひねる動作、ひねり動作、119。おえ、20キロぐらい、30キロぐらい、30キロぐらいだったんですよ。30キロぐらい。92でしょ。92。最初92.、はい、あ、03だから、ね、よりここを引いたおかげで、そうですね、股関節の連動が出てきてる。この体幹の回転ができるようになった気がします。ただやっぱ飛びすぎたりとか、そうですね、コントロールが、はい、そうですね、失ってたんで、うん、さっきのが入ってはいました、ね、入ってはいました、ね、そこをもうちょっとこう今度はじゃあウッチに道具の使い方を、そうですね、入れる系で、はい、ラケットの、はい、繊細な方でじゃあ、はい、得意分野で、得意分野で、得意分野で、そっちをちょっと、はい、教えてもらって、はい、行きましょうか、はい、お願いします、お願いします。
これまだちょっとだけど握り方からなんですけど、基本的にソフトテニスはウエスタングリップで、手のひらここにちょっと斜めに当ててこう握る、その下でいいんですか。そうですって感じなので、このまま斜めに、そうです、でそのまま、はい、はい、あ、そうです、それが基本的な握り方ですね、はい、なるほど。これで手のひらの感覚でまっすぐ当たるとまっすぐ当たる。ああ、なるほど、はい、こういう意味、はい、で今インパクトの時って手首ってどういう感じで当たってるイメージですか。これインパクトだとしてパーンって当たるとして、こんなイメージだと思ってるんですけど、でこの時に大事なのは手首をちょっとこっちに入って、はい、グリップエンドから出すっていうのが大事なんです。これだとボールにどういう、そうなんですよ、でボールに横回転がかかっちゃうので、はいはいはい、これを横じゃなくて斜めにします。で肘ちょっと上げて、あ、そうです、あ、可動域の限界を感じます。あ、そうです、でもいい感じ、あ、そういう感じです。なるほど、でちょっと手首をこっちにくっ、あ、そうです、はい、でラケットヘッドをちょっと垂らして斜めに使う、これなんですか。あ、そうですね、でそこからラケットを前に投げるように、ここから前に投げるようにするとドライブが自然にかかる。この時は手首使っていいんですか。そうです。あ、なるほど。次手首の使い方なんですけど、はい、今藤本選手多分こういうイメージでまっすぐ打ってる、これはドライブがかからないので、はい、こっから腕をこう前に伸ばしながらちょっとこっちに、こういうイメージですか。そうですね、しっかりちょっと斜め前に、人差し指で前に指さすみたいなイメージ。あー、なるほど、はい、分かりやすい。でやるとスッってこういう面の使い方になるので、これでラケットを握ったまま同じ動作をやると面が下に向いてドライブがかかる。こういうことですか。あ、そうですね、はい、フィンガーディウムレビオーサすごい、このこうですか、ちょっと違う、ここから来て、はい、こうですね。あ、で、このこっからこう、はい、はいはいはい、あ、なんとなくわかりました。こう来てこう、あ、そうです、そうです、それでちょっと、はい、いや、理論では分かります。最初それやるために一旦ゆっくりボールを打っていくんですけど、はい、ラケットヘッドを一旦下げる意識してください、はい、ラケットヘッド下げてそこから斜め上に振っていく、はい、でそれが慣れていったらだんだん横に振っていってもドライブかかるようになるんで、そうです、ラケットヘッド下げて上に、そうです。じゃあそれ一旦ちょっとやってみましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。あ、もうね、よかった。あ、いいです、よし、速いんじゃない？うん、あ、でも今の良かった。何ですか？はい、今ので、あ、おお、やばいっしょ。ナイス、おお、うまいじゃん。すごい綺麗に飛んでる。当たりよく。じゃあ速くなって。おお。いやでもなんか分かりました。いや分かったとは言わないですけど、なんとなく。ドライブをかけるってなった時、はい、ボールの当て方として今こうやってたんですけど、はい、どうしてもこっちに入っちゃう感じだったので、はい、まあ、そういう人はラケットのヘッド先の方がちょっと走って、はい、ボールの右側を叩くイメージ、はいはいはい、打ってあげるとドライブがかかるので、ちょっとボールの右側に。ごめんなさい、今更なんですけどドライブって何ですか。あ、確かに、ドライブっていうのは縦回転、トップスピン、あ、はい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 、でスライスっていうのは逆回転のことで、はいはいはい、ソフトテニスはネットを越えて決められたエリアのところに入れないといけないので、はい、飛びすぎてもダメだし、そうですね、飛ばなすぎてもダメなんですよね、はい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 、なので障害物を越えて決められたところに入れるって考えると、縦回転をかけて下に落ちやすくした方が速いボールでも入る、はいはいはい、そちらからでもここら辺でこういうイメージでやってると思うんです、はいはいはい、ちょっと次は前系で、あ、じゃあもうこう回転し終わったぐらいで、あ、そうです、はいはいはい、回転し終わってでボールこういうイメージ、はいはい、あ、めっちゃいい。なんでこのスタンスだとここになるんで、あっちに飛んでくる、はいはい、うん、あ、じゃあもうちょいこういう、そう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 です、うん、上がりました、うん、調整ができる。ちょっとやってみていいですか、はい、お、そう、おお、入った、入ってる、ドライブもかかってめっちゃ綺麗なドライブ。 あ、惜しい惜しい惜しい。あ、おお、それがドライブなんで落ちてる、それが落ちて入りやすいやつ書いてる。あ、惜しい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 。あ、おいい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 、おい、ナイス、もうやばいっしょ、あの高さで入るんで
球落ちてる。ほい。ああ、だめだ。詰まった。いやー、ちょっと、なんか上手くなった。はい、速い球打ちたいときこそリラックスして当たり方をきれいにっていう、そこが大事ですね。なんかベンチプレスのマックスも実はそうなんですよ。上げよう上げようって思うとこういうフォームになっちゃうんですよ、うん、形から。だから僕教えるときは皆さんにこう完璧に下ろそうとしてくださいって言って、この背面のリラックス、はい、っていう意味では近いですね。一緒だと思います。リラックスした方がラケットヘッドが、ラケットの再起が加速するんで、末端の力みがなくなりますもんね。じゃあ次またビフォーアフターで、はい、あ、もう測ってきますか。はい、じゃあちょっと10分休憩いただきます。わかりました。近い休憩。ちょっと疲れてきた。藤本選手ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、ほぼ初めてのソフトテニス、はい、ということでどうでした、やってみて。いや、なんか、まあ、難しいは難しいんですけど、それこそベンチプレスというか、まあ、ほぼほぼ全スポーツに共通する、うん、そのまあ末端の力みをなくすであったり、うん、そういうところを守っていれば雰囲気は良くなったんじゃないかなと、うん、いやだいぶ良くなってましたね。ちゃんとトレーニングしてる人って、はい、体の基本的な使い方ってやっぱできるんですよね、うん、なんかじゃないと多分ベンチとかも、うん、そんな400なんて上げれるはずがないんで、なんかそこはなんか全部つながってくる、うん、でまあ、ソフトテニスと今回まあ、ベンチプレスっていうあれですけど、多分野球でもサッカーでもラグビーでも何のスポーツでも共通してくる部分っていうのがあるんじゃないかなと思うので、やっぱ改めてトレーニングは大事だという、うん、そうですね、はい、リム選手 の打ってるところで伝わったかなと思いますので、皆さんもぜひベーシックなトレーニングね、テニス選手嫌いな人多いんですよ。あ、まあイメージありますね。あんま筋トレやってるイメージはないです。そうなんですよ。でもやっぱ今のもう本当にトッププロの選手とかもはやっぱ体的にちょっと変わってきてる感じはするので、やっぱそういうところも、ね、目指してもらいたいなと思いますので、ぜひ藤本選手のチャンネルで皆さんベンチプレスをマスターして、そして水強に戻ってきてください。戻んなくても大丈夫。確かにもうそっちの世界、こっちに吸収で水強フォロー解除でいいです。ソフトテニスからのベンチ、ね、ベンチプレス選手転向します。そのためにも僕がこのアフターでちょっと何キロ出すかをしっかりやらないと、はい、これで結局95キロとかだと筋肉いらねえじゃんってなっちゃいそうな。確かに、頑張りたいと思います。何キロだったかは結果を楽しみ、はい、というわけですね。見て強くなるソフトテニス塾は、ソフトテニスが上手くなるための最新情報をまとめて発信していますので、チャンネル登録をしてなかったという方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それから、皆さんの普段のリクエストや、悩みはコメント欄の方でお待ちしておりますので、どんどんコメントしてみてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。藤本選手もありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。